はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということでですね、ですね、皆さんこれ緊急で動画撮ってるんですけども、この動画撮ってるの8月6日。で、明日8月7日に、なんと、セレクションの、はい、第3弾っていうんですか、セレクション第3弾の発表が6時に行われるということで、もうこの動画、この動画出てる、多分1時間前ぐらいに多分発表されてるんじゃないかな、おそらく。動画出てるんじゃない多分。ですね、2時間前にこのようなツイートがあって、緊急告知、プロスピセレクション20スピリッツ開催決定。このセレクションでは歴代プロスピシリーズをパッケージですね。はい。歴代のプロスピのソフトのパッケージの選手が出ると。で、多分各12球団多分発表されてると思います。で、まあね、こんななんか初見のリアクションしてますけども、おそらくこのね、動画が公開されてる中に僕いるでしょ？うん。多分ね、僕いるんすよ。まだわかんないですよ。多分その動画が8月7日の6時に出てるんですけど、僕が出てるんすよ、多分。なので、僕は出る選手知ってました。はい。こんな初見の反応してますけどね、知ってました。で、まあ、その発表された選手の中で、言ったら多分ね、だ能力見てないんですよ、能力。能力は分かってないんですよ。ただ、能力が分かってる選手が2名いて、小笠原選手と松中選手だけ能力が発表されたんですよ。実際お会いもしました。はい、エスコンフィールド、僕北海道行ってたでしょ。あの仕事、あれなんですよ、そのこの仕事やったんですよ。はい、この仕事で、で隣に松中選手と小笠原選手もいて、まあ、動画の撮影をしたということで、そのお二方の能力は知ってて、まあね、その選手、今日その2人を使おうと。しかもね、能力変更もされてるんですよ、あの小笠原選手はね。はい、松中選手は出てっけな、ちょっと忘れたけど、小笠原選手は特能も変わってて、ちょっと見ていきたいんですけど、で僕が持ってる小笠原選手はこのファイターズの小笠原選手で、おそらく多分僕の記憶が正しければミートは B なんですよ。でパワーは A で、で第3特殊能力がここがフルスイングになってるんですよね。なのでパワー比の強化も入るプラスフルスイングの小笠原道博、過去最強多分。過去最強になるんで、まあ、今日はね、フルスイングじゃない小笠原選手を使うんですけども。いや、これね、小笠原選手めっちゃ楽しみっすね。で、ソフトバンクがおそらく松中選手が出ますよね、多分。松中選手が出て、多分特能も変わってなかったような気がするんですけど、まあ、プルヒッターの強化も入るし、松中選手、確か、ミート84じゃなかったっけ？ごめん、もうこの動画出てる頃に発表されてると思って、多分皆さんも分かってると思うんですけども。いや、これちょっとね、期待ですね。まあ、僕はね、もう出る選手知ってるんで、とりあえず今からこの、2人を使いながら出る選手を評価していきたいと思いますんで、早速リアタイの方行きましょうか。何してんねん。さあ、ってことで1試合目行きましょう。あ、来た、近本選手。この近本選手が阪神タイガースで出ますね。多分2024のパッケージかな、今回のこのプロスピのパッケージから登場しますね、近本選手が。能力どうなんやろね、僕能力見てないんで、まだ本当にあの二方の、うん、お二方の能力しか見てないので、ちょっとマジで分かんないんですよね。で、オリックスが森友哉選手、これも多分2023-24のパッケージちゃうかな。ちょっと変えよう。オリックスの森選手なんやね、ライドラやね。うん。で、広島が大瀬良、広島が大瀬良選手、能力は分かんない。で、ロッテが小林選手ね、持ってないな小林選手俺。で、 DeNA 筒香嘉智も熱っ。 DeNA 筒香嘉智も熱くね。これ落ちるわ、最悪。で、ソフトバンクが今ね、今から使う松中選手。松中選手がアーティストになってなかったら、これね、どうなってる、これカットされてんのかな、これちょっと言わん方がいいんかな。ちょっとまた俺動画見てないから分からんけど、ご本人はパワーヒッターらしい。何してんの、ご本人は自分のことパワーヒッターって言ってたんで、はい、アーティストじゃないみたいです、ご本人曰く。ただ他の選手が三冠王、今までの三冠王が全員こうアーティストということを聞いて、ちょっと納得いってなかったな、うん、これちょっと裏情報です。はい、これプチ情報だって、今まで多分三冠王で出た選手全員多分ね、アーティストなんで、うん、そこちょっと納得いってなかったですね、松中選手は。さあ行きましょう、小笠原。おー、いいよ小笠原、じゃあ小笠原選手。いや、これにフルスイングついたらめっちゃ強いな。え、マジで小笠原選手、俺サード最強になると思ってんの、パワー比強化来たら。多分パワー比の、あれもやってんのかな、パワー比の強化の感じの動画も多分やってるでしょ、これ。めちゃめちゃパワー比飛ぶようになってるからね。
おい打ちやすー打ちやすー、おいライトゴロ狙うな、ライトゴロ狙うんじゃない、お打ち方変わってるよ松坂選手、この打ち方変わったも多分このセレクション出るあれやったんやろな、多分前触れというかセレクションで出るからこういう本も変えちゃうみたいなね。松中選手がなー、もう一回レギュラーで使えるようになりたいなー、俺使ってたからな日本一になった時。さあフルカウント、いやー打ちたいか、まあまあまあ続きいきましょうか、この2人終わったんで。次がどこや、巨人が長野選手やね、うん、長野選手いつのパッケージなんやろ、長野選手出るんや。で楽天がマー君ね、マー君も確かね、どうやろマー君強くなるんかな、能力出てないもんねまだね、多分ねこの動画出てる頃にはちょっと僕も分かんないんでね、あんまり言えないんで、はい。でヤクルトが古田選手も確か査定年度変わってたような気するんよな。マー君もちなみに査定年度変わってたと思う、多分これ多分言ってもよかったと思うんで、うん、査定年度変わってるのがね4人ぐらいいるんですよね、多分小笠原選手も含めたら3人やから、あと1人誰か査定年度変わってるんよな。で西武が中島選手、うん、いや中地か、中地もどんな能力で出んねやろね、うん、え終わり、あまだね、うん。で中日が福留選手、いやえぐい、マジか、中日福留孝介出るって、ここ査定変わってたらえぐいな、どんな査定で出るか楽しみ。で日本ハムが小笠原選手ということで、小笠原選手がだから多分査定変わってるんよね、ミートが B でパワーが A と、うん、確かご本人も言ってたけど、そのホームラン、うん、ホームランがよく出た年の査定らしいんで、ミートがちょっとね低い、打率がね2割7分ぐらいやったらしい、うん、低くないけどね、全然低くないけど、ご本人曰くちょっとあんまりこうなんかな、打率が残せなかった年やったらしい。やけど、ね、僕ね緊張したっす、はい、あのね小笠原選手と松中選手とお会いするの初めてやったんで緊張しましたね、ちょっと、うん、動画で見てもらったら分かる通り若干緊張しました、はい。あの里崎さんには緊張しないんですよ、やっぱりこう、うん、里崎さんには緊張しないんですけど、お二方はね初めてやったんで緊張しましたね、いやオーラあったわ、うん、いや嬉しかった本当に、サインと写真撮ってもらう忘れました、はい。まあまだね僕が頑張ってればいつかお会いできるチャンスあると思うんで僕も頑張りますよ、はい、よいしょ、ということでこれ次の試合かな、うん。さあ2試合目ですね、これ小笠原選手マジでフルスイングついたらどうなんねやろ、フルスイングの特能ってマジで強いからね、おれーこれね、このうち今のフォローする見たな、今能力めっちゃ落とされてる、何今のプレー、おいいやこの2人ちょっと今後使うことになるかもな、マジで結構出番増えるかも、マジ出たら、いやめっちゃ楽しみ、明日のガチャやばい、久々になんかねあのテンション上がるガチャが来てくれた感じがするね、みんな確か無料10連あったんちゃう、無料10連ないね、無料10連あるよね多分、え熱っ、おれよしよしよし、そういえばさ、なんか僕が一回なんか切り抜きだったんですけど、マスエリチャンネルってグラビアの方かながなんかプロスピをやってるっていうので僕がちょっと生放送で触れたんですけど、その前その方がね昨日動画出されてて、だから僕に怒ってるとコメントが結構来てたから見たら、なんか佐賀のことをバカにされてたみたいなさ、俺あれバカにしてないっすよ、うん、佐賀バカにしてないっす僕、さやかっていう芸人の方のネタがその佐賀にははい、なんていうかな、佐賀は出るけど入られへんみたいな、うん、そういうネタをやってたんで、それを言っただけで、僕は決して佐賀をバカにしてるわけじゃないんで、はい、そこはちょっと勘違いでください、はい、僕のこと嫌いにならないでください、うん、僕バカにしてないです、はい、佐賀は好きです、うん、すいません、おぼかたさんみたいになったな、今な、タップ細胞ありますみたいな言い方しちゃったけど、ごめん、あー、よし、うん、もう一回回ってくるかな、さあもう一回回ってきたけども、能力があれやな、めっちゃ下げられてる、こんなんじゃホームランは打てない絶対に、そうですね、え打てた、打てんの、嘘、やば、今のしかもフォローするかっこよ、打てるんかい、これパワーヒッターさ強化されるやんか、マジでエグそう、てかエグかった、うん、俺体験したけどめっちゃ飛びましたよ、多分アーチストパワーヒーライドラみたいな感じ、多分順位的に、はい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 、フォアボールかい、じゃあ次の試合行こう、相手の方の名前がなんかシュートを敬遠してくださいって名前やから敬遠しますね、さあ走ってくれるんやろな、え走れよお前、うん、そうやな、
絶対そうやで。シュートを敬遠してくださいだから名前が、まあ、走るんやろな。走るよ、走れよ、打つなよ。走らんかよお前、敬遠してんねんから。走るよ、はい、いや早っ、いやマジか、シュート早え、マジかよ。俺の道広は敬遠してくれるんかな。じゃあ明日俺ちょっと待機生放送しようかな。うん、待機生しようかな。セレクションのね、皆さんで一緒に待機しましょう。はい、うる、うん、大丈夫大丈夫、松坂のホームランですから。松坂のホームランと終わろう。これ絶対打てない、絶対に打てない。いや打てるんすよ。いやマジか、打てるんすよ。